DS ペイン家貧乏エピソード。口下手ですが最後までご聴くださいませ。小学1年生の秋、親父が夜逃げしました。母から「もうお父さん帰ってこないけど大丈夫?」と聞かれ、僕は「50円もらえなくなるのは悲しいけど大丈夫さ」と答えたのを覚えております。もともと貧乏だったんですけどスーパー貧乏になりました。専業主婦だった母は仕事を探し、お小遣いをもらえなくなった僕と真ん中の兄貴は一緒に空き地でビール瓶を拾って酒屋で1本5円で売ってました。これがお小遣いです。ゲームもなかったのでワンダーグーで立ちゲーを何時間もして一日を過ごしてました。住んでたマンションで生活ができなくなったので当選できた県営住宅に引っ越すことになりました。僕は昔から階段がある家がいいなと母に言っていたので、母は次の家は階段あるよ、4階建てだよと言ってすごく楽しみにしていました。いざ引っ越してみると、わあ階段外にあるやないかとショックを受けました。一番安い頃の家賃は3000円です。学校も引っ越すことになって最初の1年は馴染めず、女子にいじめほどじゃないいじめを受けました。前の学校でもいじめを受けてたので貧乏は関係ないかもしれません。ペイン家ではお風呂は1週間以上変えてませんでした。臭くなったら銭湯の元で味付けするものだと思ってました。引っ越してからワンダーグーが近くになくなったので、ケーズ電機のマッサージチェアで過ごすようになりました。体操服が1枚しかなかったので、運動会の時とかは毎日着る羽目になったので、毎日着ていたら友達にくせえなと言われショックを受け、自分でたらいで洗ってドライヤーで乾かすようになりました。小学3年生の頃に毎日食事がコンビニの弁当の廃棄でした。兄貴が段ボールいっぱいに持ってきてくれて、普段食べられないような食べ物を食べられて幸せでした。小学校から中学校まで主食がコンビニの弁当の廃棄でした。校外学習では廃棄のコンビニの弁当のパスタを持っていったらみんなに羨ましがられました。5年生の調理実習の豚汁の肉を担当した時、親に賞味期限切れの肉を持っていかされ、先生がめっちゃ焦ってました。班の人たちにも嫌われました。誕生日ケーキは自分で作ってました。一人でできるものレシピを見て作ってました。野球の弁当も自分で作ってました。みんなは親に作ってもらってずるいなと思い、めんどくさい時や母の財布から500円取ってセブンでコンビニの弁当を買ってました。すいません、野球の試合移動でママチャリを買ってもらえず、真ん中兄貴が壊した片方のペダルのない自転車で移動してました。友達のお父さんがそれを見てチャリをくれました。ありがとうございます。いろいろあり、18歳になった僕はデンマークに住んでる親父に会いに来ました。全くお金がなかったので、養育費をもらえなかったけど、親父に会えてよかったです。はい、ではでね、ネタがなかったので貧乏エピソードしました。まだまだエピソードはあったんですけどね、こんぐらいにしたいと思います。皆様、どんな幼少期をお過ごししたでしょうか?もしくは今どんなね、生活をしてますでしょうか?やはりね、その過程とかね、内容はね、わからないんで、自分が、貧乏、周りと比べてね、やっぱ貧乏だなと感じて、自分は貧乏なんだなって思ってね、今日はアップしたんですけど、みんなね、それぞれね、いろんな貧乏があるんで、僕の場合は、なんか、お母さんは、米10キロはね、絶対用意してたんで、米10キロさえあればね、飢えないから大丈夫よっつって、米とパスタはね結構大量になりましたね。あと低脂肪、それだけはね準備してました。はい。あとやっぱりおばさんやね周りの人がねよくしてくれたんで、僕的にはね不自由なくね成長できたなと思っておりますけど、やっぱりなんかその周りがね結構金持ちが多いせいか、僕にとってなんか普通の生活は金持ちに感じたんで、やっぱ日本平和だなって思っちゃいますよね。はい。いや、多分僕みたいな生活でもすごい幸せですよね。幸せなんですよ。だから日本のね、生活水準が高いなってのは感じますよね。はい。そのおばさんやね、兄貴がなんかゲームとかね、買ってきてくれたりとか、そのコンビニのバイトで、ゲームね、DS とか SP 買ってきてくれたりとか、あとおばさんとかはね、おばさんおじさんはね、お年玉やね、誕生日のお金をくれたりとかね、まあ全然ね、不自由なく、成長できたんでよかったと思います。あくまでも今回はね、僕は貧乏だなって思ったね、動画です。ボーイ。PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくにゃ。動画のグッドボタンもお願いしますにゃ。おいしょ。